ドッグホームチャンネル。はい、今日はポメラニアンのミルクちゃんです。ミルクちゃん、今日シャンプーをして、それから全体的にちょっと長めのカットで丸くというご要望をいただいたので、そのようにしていきます。今回の動画は前回のご続き、ミルクちゃんのカットの動画になります。前回は爪切り足裏まで終わったので、足周りから切っていくんですけれども、ミルクちゃんポメラニアンの、スタンダードといって基本的なカットではなくて、そこから少し短くして丸く作っていきます。でまず足周りから切っていくんですけども、ポメラニアンの足って丸くね、猫みたいな可愛い足を作っていくんですね。なかなかね、小さい握りで可愛くていいんですけれども、それから後ろ足、足の太さを決めるために後ろ足切っていきます。で、ね、ポメラニアンのカットってね、結構私好きなんですけれども、いわゆるダブルコートのワンちゃんって切っていくのがね、正直ちょっと難しいんですよ。好きなのと、簡単か難しいかはまた別物なんですけれども、ちょっとね、ハサミの角度間違えちゃうと、もう全部ガタガタになってしまうので、そのところを気をつけながら切っていってます。で、人によってはね、すきばさみ使って結構なんですか、段がつかないように切っていくんですけれども、私はどこかで言ったとは思うんですけれども、一刀彫りのような形で切っていきたいと考えている人間なので、全部仕上げばさみ、普通のハサミで切っていってます。で、カットのことどうこうよりも、何より犬が首を固定されない状態でおとなしくしてくれているというところをよく見ていていただけるとありがたいです。で、これはまあ、私と犬との信頼関係もあるんですけれども、このテーブルの上にいて痛いこと、怖いこと、苦しいことされないっていう風に犬が学習してるからなんですね。私もテーブルの上でそのように犬にとって苦しいこと、痛いこと、怖いことをしていないので、犬はこのテーブルから逃げる必要性がないんですよ。で、逃げる必要性がなければおとなしくこのように立っててくれて、ちょっと眠そうになってしまうんですけれども、場合によっては寝てしまったりとかするんですよね。なので、トリミングはやっぱり美容なので、ね、気持ちいい、犬がここで立ってて、ここで現れて、ここでブローされて、カットされて気持ちいいなって思える場所を提供して毎回カットに臨んでます。かなりバサバサと毛が落ちてますけれども、結構切ってるように見えるんですが、そうですね、前回から1ヶ月ぐらいしか空いてないので、そんなに伸びてないかなと思いきや、落ちてる毛はね、結構な量が落ちてるんですよね。で、だいぶ整ってきて、すっきりとしてきてるんですけれども、実はこれね、ところどころちょっと映像をカットしてるんで、結構ペースが早いように見えるんですが、実はもうちょっと時間はかかってます。やっぱりこういうカットの動画を上げると、皆さん大体ハサミとか動いてる方に集中しがちなんですよね。何よりも大切なのは、犬を押さえている方の左手注目していてくださいね。どこを持っているのかとか、犬は本当におとなしくきちんと立ってくれてるんで、そういう何ですか、しつけっていうんですかね、環境を作ってあげることっていうのは、トリマーとして非常に重要なことだと私は思ってます。で、この犬を押さえている左手というのは、犬を事故から防ぐためのものなんですね。犬ですから、待っててねっていう口で言ったとしても、場合によってもパッて動いたりとかするので、非常に危ないんです。特に顔の周りですとか、お耳あたり、要は感覚器が多く備わっている近くを切っていると、何かの拍子にすぐさーって動いたりするんで、この左手の固定っていうんですけれどもね、犬も人も安全に作業を進めるための押さえ方、固定の手は非常に重要なことになってます。で、時々ね、テーブルのそばあたりでね、床でまだアキトがうろちょろしてるんですけれども、2本前の動画であれだけ楽しそうにアキトと遊んでいたミルクちゃんが、アキがうろちょろしていてもそっちを全く見ない、まあ、見せないっていうのもあるんですけれども、動かない、動かさないっていうテクニックでカットしていってます。
で特にね顔の周り首の周り本当感覚器が多いので危ないので、その時にハサミ開いた状態で動いてしまったらもう大変なの、身を切ってしまう大事故になってしまうので、本当にこのハサミよりも動いている手よりも犬を押さえている方の左手というのは非常に重要になってます。そろそろ全体的に整ってきたんですけれども、お耳はね結構毛がもさっとあるんですけれど、私ポメラニアンのお耳はタヌキ型にするかキツネ型にするかでいつもちょっと考えちゃうんですね。お耳を丸くするか鋭くするかということなんですけれども、ミルクちゃんはちょっと丸く全体的に作っているので、お耳の先端も丸く切って可愛く作っております。で全体的にカットが終わったら、最後携帯のカメラを通して左右が対称であるか切り切れてないところがないかどうかを確認して終わりになります。終わった後左側さんあーおしっこ自然と取れましたで遊ばなさい、2人こうやって遊んでいる姿も本当に可愛いですよね。いつまでもこうやって遊んでいてほしいなと思います。今日はカットの終わったミルクちゃんの動画になります。気に入ったらいいねとかチャンネル登録よろしくお願いします。ミルクちゃん全然カメラ見てくれません。まったねー。チャンネル登録よろしくね。